はい、どうも皆さん、こんにちは。新たです。新たのダンススクールでやってまいりました。やってことで、さあ、今回ですね、BTS のバターですね、昨日は素晴らしいバターでございましたけれども、なんですかこれ。のれ番って書いてあるんですけど、なんだろうっていうのちょっとよくわかってなくてですね、SNS 上ではなんか皆さんがね、仮装してらっしゃるところが見えたんですけど、収録ボタンをポイ。さあ、何なのかちょっとよくわかっとらんのですよ。私、見ていきましょうかね。レッツラゴー。君の世界をぶっ作れ。XPS。そうだ、この前レッカーしてもらった時、地味あ、カラオケってことか。そういうことね。あ、太鼓がある。そこで歌うか。何あれ、ポップコーン。いや、これかわいいでしょ。これ何。あー、後ろでバター塗ってあるのね。でかい。あ、本当にね。すげえ、全部ブルーバックで撮ってんだこれ。おもろ。これ実際にカラオケで流れたらやばいっすね。おしゃれ、本当にうまいっすね。あー、ちゃんとその色味のバランスだったりとか、この被り物とかはふざけてますけど、言うて絵になってるっていうのはすごいことだと思う。本当にナムさんですよね。シュガちゃんですよね。この太鼓何これ、かわいい。あと何このショルダーバッグみたいなやつ、かわいい。これだよね、これだよね。もういるよこういう人近所に。あ、かわいいし、リボンがすごい。ここのあの、このお花の感じとか、このね、待って、ナムさんとググちゃんなの。あ、でもこれジンくんか。もうなんかね、いい。
悟空の声やってる人はこういう感じですよね。その人に見えてしょうがないですよ、声優さん。ここいい、ここいい、ここいい。シュガちゃんがね、多分これ本当にそのキーで歌おうとしてるんじゃないですか、この顔は。そこで自分で、いやもうそこで歌うんかいっていうね、立ち上がったりしないかいっていう思う思って感じ。これいい、これいい。あ、かぼちゃのなんかあれなのかな。これいい、この2人いいっすね。ここでね、さりげなくポコポコ叩いてるナムさんかな、これこれ、いっちゃうんすよね、いっちゃうんすよね。で、あれポップコーン来た、この2人いい、このサングラス欲しい。てかなんかこれ丸々同じ格好したいっすよね。いいわ大先生。なんかこのね、ポップコーンですよねこれね、だからね。いや、この2人ですよ、もう来た、これもうちょっと上げてってやる、このジン君、このここね。ジミンちゃんがちょっとこうやって持ち上がっちゃう感じも可愛いし、ナムさんはずっと何か叩いてるわけね。エイブレイクダウン、Do the boogie line。 これ後ろの映像バターの、ここのね、ジミンちゃんがねちょっとこう揺れる感じで、かつこの太ももですよ、動いてる、足踏みしてる感じ。ちょっとみんなの動きが気になりすぎて仕方ない。大先生めっちゃ踊ってるし、筋トレしてるし。ここいい、ソロ回し、ソロ回し、こういうのいいですよね。テテちゃん最近ポップやってんのかな。ちゃんとスキルあるけどふざけた踊りもできるんですね、素晴らしい。この2人いい、本当にどっちがどっちか分かんないもん。このシュガちゃんのね、見逃せませんよ、このもう本当に2割ぐらいのダンス。いやーカオスカオス、ブーン、これすごい、めっちゃマッチョやん。やっぱ筋繊維ですよ、ここの上腕二頭筋の。サワ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 、いい、みんながラップしてる感じですね、マイクを持って。二人でね、このおじいちゃんはどうしてるの？飛んでるし、グクちゃん。えいえい、こういうのがね、うまいのよ、本当に。うまい、うまいし、かっこいいの。本当に、こういう、これだけで。ジンク、ずっとこれやってる。このシュガちゃんですよ。でかいの、ナムさんの最後にそれってどういう、最後の最後でこれですよ。え、一回もかけてなかったよね、これね。
ラキラしてんだよな。本当にあのカラオケって感じがしていいですね。僕冷静に考えたんですけど、この方たち大体その身長平均170後半180ぐらいある方たちじゃないですか。いや大きいんですよね、サイズが。普通に結構シュガちゃんジミンちゃんまあまあ普通なんですよ。小さく見えるかもしれないけど普通だと思うんですよ。ナムさんとかテテちゃんとか大先生とか、いや大きいっすよね。グクちゃんもジンくんもこれ結構すごくないですか。街で会ったらめっちゃ大きいっすよみんな本当に。いやすごいわ。あ、メガネずれてるジンくんっていうのを最近ちょっと改めて感じております。いや待てよと、冷静にこの人たちっていや背大きいよなって思って、そりゃやっぱかっこいいわって思いました。うん、なおさら厚みだったりとかそのチームとしての雰囲気みたいなのはいやかっこいいな。まあ、K-POP アーティストの方たちとかね、あの芸能人の方たちってこうなんですかね、実際生で見るとすごい大きかったりとかやっぱ顔小さかったりとかするじゃないですか。だからそういう人たちでもあるんだよなっていうね、改めて原点をちょっと、踏みしめているところでございます。はい、というところでね、現場から以上になります。ありがとうございました。よいしょ、ツイッター。